メディアを再生する。このビデオでは、クリエイティブコモンズライセンスを商用ライセンス契約と組み合わせて使用する方法が説明されている。クリエイティブコモンズライセンスとは、クリエイティブコモンズが定義する、著作権のある著作物の配布を許可する、パブリックライセンスの一つである。クリエイティブコモンズライセンスおよびパブリック、ドメインツールが使用されるのは、作者が、 自作品を他社に共有、使用、二次創作の権利を付与する場合である。ライセンスとツールは、作者の求める制約を柔軟に提供し、いくつかの反布条件の異なるライセンスを提供している。コモンズ賞のアイコン例すべてのライセンス及びツールは、コモンズ賞、リーガルコード、デジタルコードの3つのフォーマットで表記される。コモンズ賞は、 ライセンスおよびツールの法的な制約を法律家ではない利用者にユーザーフレンドリーに表した表記である。この表記はライセンスの制約を表す名称およびアイコンで表現される。表記はライセンスの制約に基づく概要を含み作品の作者および利用者が作品を利用する上で求められる制約を法律家のような専門的な知識がなくとも理解できる。 ものとなっている。ただし、それ自体が、ライセンス条文の法的な定義を持つものではなく、法的な定義は、リーガルコードによって表記される。コモンズ賞のアイコンは、パブリックドメインの下で公開され、ウィキメディアコモンズでも、再販布されている。リーガルコードは、ライセンス及びツールの法的なライセンス条文を、文書化した表記である。ライセンス条文は、 英語で記述され、作品を利用する上での著作権を含む権利の扱い、制約に従った作品の利用指南が文書として記述されている。すべてのライセンス及びツールのリーガルコードは、クリエイティブコモンズの公式サイトで公開されている。リーガルコードは、クリエイティブコモンズ関連団体により、他国語に公式翻訳されたものが存在する。デジタルコードは、 ライセンスおよびツールをソフトウェアが識別するための RDF、XMP、もしくはより低レベルのファイルフォーマットで表した表記である。検索エンジンが作品を探す、楽曲プレイヤーが演奏する、画像、または動画プレイヤーが表示するなどの際に、作品のライセンスを識別し、ソフトウェアが制約に従った適切な制御をするために用いられる。この表記は、 カラルとして標準化されている CC サムライツリザーブドクリエイティブコモンズライセンスおよびパブリックドメインツールの下で公開された著作物は適用できる著作権法に準拠しライセンスおよびツールは書籍、演劇、映画、音楽、記事、写真、ブログ、ウェブサイトといった著作権の概念があるすべての著作物に適用させることができるただし クリエイティブコモンズは、クリエイティブコモンズライセンスをソフトウェアに適用させることは推奨していない。クリエイティブコモンズライセンスは、一つ以上のライセンス条項の組み合わせで、広い範囲を対象としたライセンスを提供する。ライセンスの強さを一覧に示した図。左端に近づくほど法律で定められているすべての権利主張の範囲が大きく、利用時の制限も大きい。 右端に近づくほど、権利主張の範囲が狭く、利用の制限も小さい。なお、この、マークの掲示及びその決定権は著作権者にあり、なおかつ自由意志である。一番左をコピーライトである、オールライツリザーブド、一番右をパブリックドメインである、ノーライツリザーブドとして、 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスはこの両者の間で6段階の制約の強さの異なるライセンスをサム・ライツ・リザーブドの領域で提供している。パブリック・ドメインツールはノー・ライツ・リザーブドの領域で提供している。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスには基礎的な権利と4つの選択可能な条項が存在する。基礎的な権利はすべてのライセンスに必ず含まれる。 ライセンサー及びライセンシーに提示される権利である。すべてのライセンスは作者に、著作権の帰属、作者の所属、そして他の人たちのフェアユース、ファーストセール、表現の自由にライセンスが影響を与えないことを手助けする。すべてのライセンスはライセンシーに、ライセンサーが制限していることをする場合は、ライセンサーの許可を要すること。 作品のすべての副次著作物において、いかなる著作権表示を残すこと、作品の複製物が作品のライセンスへ紐付けられること、ライセンス条項を変更しないこと、他作者の作品の使用を制限する技術を使用しないことを要求する。すべてのライセンスは、少なくとも非営利において、ライセンス制約の条件に従うライセンシーに、 作品を複製すること、作品を反復すること、公的に掲載もしくは演奏すること、ネット配信などのデジタルパフォーマンスをすること、作品を畜語的な複製品として別の形式に変換することを認める。すべてのライセンスは世界的に適用し、作品の著作権の存続期間中は存続し、取り消しは不可能であり、非排他的であり、 クリエイティブ・コモンズは合意の当事者ではなく作品の品質を保証せず、原作者と二次著作物利用者の間でも制約を引き継ぐ。選択可能な条項は、作者が作品の利用条件として提示するライセンス条項である。ライセンス条項はそれぞれ独立した4つの条項があり、作者が 作品の利用条件として採用する条項を選択できる。クリエイティブコモンズライセンスは一つ以上のライセンス条項の組み合わせで6つの統合されたライセンスを定義する。組み合わせで選択したライセンス条項はライセンスのコモンズ章に表記される。単純な条項の掛け合わせでは計16の組み合わせが存在するが倍を含まない組み合わせ相互に排他的な ND と SA 条件の組み合わせは現在のクリエイティブコモンズライセンスとしては無効である。パブリックドメインツールはパブリックドメインへの供与もしくはパブリックドメインの標識を宣言し作品及び素材をパブリックドメインと同等の条件で公開するための法的ツールである。作者が 著作権を含む権利を残して他社に特定条件のもとに利用を許諾するライセンスではない。2002年12月15日、クリエイティブコモンズライセンスバージョン1 0がリリースされた。2004年5月24日、クリエイティブコモンズライセンスバージョン2 0がリリースされた。バージョン2 0では倍条項を含まないライセンスの利用率が非常に少ないことから、 倍条項を必須とした。著作権表示のための URL 等を用いた、リンクバックの適切な用法を明確化をした。シンクロ権の扱いを明確化した。その他、楽曲に関わる権利、例えば NC 条項を付与しても、音楽著作権管理団体からロイヤリティを回収する、権利を残す、営利目的の再利用を許可する場合は利用者の収入源を定める。 排他的な権利を放棄するなどを明確化した。デューディリジェンスモデルのリスク回避のため題目、商業性、適切性を否定する表現を含めた。SA 条項の制約が同一ライセンス、同じライセンスの最新バージョン、アイコモンズの認める同等制約ライセンスに適用できることを明確化した。また、 SA 条項の作品の併用において CC by NCSA と CC by SA に互換性は持たせないなど複数種類のライセンスの互換性について検討がなされた。2005年6月クリエイティブコモンズライセンスバージョン2 5がリリースされた。バージョン2 5では必須となった倍条項の扱い方についてマイナーバージョンアップとして見直した。 2007年2月23日、クリエイティブコモンズライセンスバージョン3 0がリリースされた。バージョン3 0では、US ライセンスからの総括的な分離をし、世界的に汎用可能な非色ライセンスを定義した。DRM 及び TRM に関わる利用の自由と権利の保護の両立上での観点から改善が試みられた。ただし、 この分野を詳細に言及することはライセンスを複雑化させて不便なものにすると判断し、簡潔な表現でまとめるに止まった。2009年1月16日、CC0 バージョン1.0がリリースされた。2007年から CC0 の策定は始められていた。2010年10月11日、パブリックドメインマークバージョン1.0がリリースされた。 2013年11月25日、クリエイティブコモンズライセンスバージョン4 0がリリースされた。バージョン4 0では、各国語版ライセンスを各国法律に合わせた移植ではなく原文のままを用いる翻訳として、ライセンスを全世界の共通のものとした。データベース権のような著作権法外で規定される権利の扱いを明確化した。 倍条項の求める著作権表示の共通理解を示した。作者が求めるならば著作権表示の制約をより柔軟に緩めることを可能にした。ライセンス違反に際して30日間の是正猶予期間を設けた。6つのライセンスのどれを選択し採用するかは作者が作品の利用に際して商用利用を許可するかと改変を許可するか。 の二つの質問に答えることで決めることができる。クリエイティブコモンズはライセンスを選択するツール、Choose License を Web サービスとして公開している。メディアを再生するクリエイティブコモンズライセンスの付け方を解説した動画。動画中で出てくるのは Choose License である。廃止もしくは批判があったことが原因で過去に提供されていた。 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで使われなくなり、新たな著作物に適用させることが推奨されなくなったものがある。バイを含まないライセンスは2.0以降のバージョンで廃止された。廃止の背景は、ライセンサーの98%が、ウェブサイト上でのリファレンスを利用可能なままにするために表示を求めているためである。発展途上国ライセンスは、 世界銀行が所得が高くないとみなしている国にのみ適用されるライセンスである。他国の人々には完全な著作権制限が適用される。サンプリングライセンスは著作物の一部を宣伝行為を除きいかなる目的であろうと使用できるが著作物全体をコピーしたり改変することはできない。サンプリングプラスライセンスは著作物の一部を 宣伝行為を除きいかなる目的であろうとコピーしたり改変できる。また著作物全体を非商用目的に限りコピーできる。非商用サンプリングプラスライセンスは著作物の全体もしくは一部を非商用目的にコピーしたり改変できる。PDDC、PDDC はアメリカが主衆国の著作権法を主観にした作品を パブリックドメインへの供与を宣言するツールである。このツールは CC0 と PDM に置き換えられた。バージョンによって利用許諾条項の文章が一部異なるため条件の解釈が変わる可能性がある。国によっては特定の条件を満たすと著作権者の権利が一部制限されることがあるため提示したライセンスに反して著作物が使用されてしまうことがある。 二次的著作物にはコピーコントロール機能などの著作権に関する世界知的所有権機関条約で定義される技術的保護手段を講じることができない。例えばテレビ放送する場合はコピーワンスダビング10などのコピー制御機能を使用することが違法となる可能性がある。ただし二次的著作物が編集著作物、データベースの著作物に該当する場合は 二次的、著作物の部分以外には、技術的保護手段を講じることができる。なおバージョン4.0においては、作品に付加された、コピーコントロール機能を解除して使用することも、認められている。6つライセンスの機能はそれぞれ異なるため、異なるライセンスの下に置かれた作品は、ライセンス条項に違反することなく、必ずしも互いに併用できるとは限らない。 ライセンスの互換性がないライセンスで使用許諾された作品は著作権者の許可を得ることなく、他作品と再結合することはできない。二次著作物で作品のライセンスを選択する際、複数の異なるライセンスの作品を併用して派生作品を制作する際は、ライセンスの互換性に注意しなければならない。オルアフリカはライセンスの互換性を確認するツール。 クリエイティブ・コモンズ・ライセンシーズ・コンパチビリティ・ウィザードをウェブサービスとして公開している。和訳語は2006年11月29日にクリエイティブ・コモンズ・ジャパンによって変更されたもので、それ以前は、表示は、帰属、改変禁止は、派生禁止、継承は、同一条件許諾と訳されていた。そのため、過去の日本版ライセンスのリーガルコードにはそのわけで書かれている。 貢献者を導く、クリエイティブ・コモンズ。この画像は、ウジェーヌ・ドラクロワの民衆を導く、自由の女神の派生作品、ザ・スカーラリー・キッチンの著者であるケント・アンダーソンは、ソサエティ・フォース・カーラリー・パブリッシングで、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、著作権に依存し、その上で後者よりも複雑であるため、一般の人々は、 クリエイティブコモンズライセンスを精査しないでソフトウェア利用許諾契約のように反射的に受け入れる一方で同時に著作権によって保護される権利を弱める恐れがあると述べたニーナパリーはすべてのクリエイティブコモンズライセンスは倍条項を含んでいるため他の複数の作品をベースとした作品では不便となると述べている批評家は コンテンツ制作者の報酬が十分でないことにより、作品を制作することを躊躇させ、クリエイティブコモンズライセンスで構築されるものは、ローカルコモンズではないかと疑問をひさげした。エリック・モーラーは、NC 条項は Wikipedia などの商用利用を認める、オープンコンテンツのサイトとライセンスの互換性がなく、 NC 条項が普及することで大企業ではなく、ブログ、ラジオ局、ローカル新聞などを扱う中小企業もしくは、個人事業の制作者が被害を受けると危惧した。デビアンや GNU プロジェクトなどのフリーソフトウェア運動を強く、支持している開発者は、バージョン2.0以前の倍条項を含む、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、デビアンフリーソフトウェアガイドラインに、 互換性がないと判断を出した。ライセンスのアンチ DRM の条文と、二次、著作物の作者への原作者の要求に応じて、クレジットの削除するという要件が懸案となっていた。バージョン3.0ではこれらの事項について検討を呼び、解消がなされ、デビアンフリーソフトウェアガイドラインに、互換性が認められた。フリーソフトウェア運動を推進している、ベンジャミン・マコヒルは、 全てのライセンスが満たさなければならない作者と利用者が、準拠すべき、基本の自由の確立に失敗したと述べた。また、クリエイティブコモンズライセンスは、互換性のない複数のライセンスを提供することによって、ライセンスの反乱を悪化させると主張した。フリーソフトウェア財団の代表リチャード・ストールマンは、クリエイティブコモンズライセンスが、 公開された作品をエリ目的で共有する自由を許可しないライセンスを採用しているため、クリエイティブコモンズを積極的にサポートすることをしないと発言した。また、リチャード・ストールマンは、ベンジャミン・マコヒルの指摘を指示した。メディアを再生する初期に制作された、クリエイティブコモンズの内容と、その利用の広がり。 お伝える動画クリエイティブコモンズはグローバルアフィリエートネットワークを通してクリエイティブコモンズライセンスが利用可能な地域の展開を進めているクリエイティブコモンズは2011年6月にクリエイティブコモンズライセンスを利用したプロジェクトやクリエイターの活動をまとめた世界各国の事例集ザパワーオブオープンをリリースしたウィキメディア財団は 2005年9月25日以降にウィキニュースへ投稿されたテキストを CC by 2.5を採用した。2009年6月15日以降はウィキペディアなどその他のウィキメディアプロジェクトでも CC by SA 3.0アンポーテッドを採用した。日本の文化庁は2013年3月に策定を検討していたクリップシステムの計画を発揮し、 著作物の利用許諾について、意思表示するライセンスとして、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを支援すると表明した。非公式ではあるが、合衆国際高裁判所の口頭弁論は、オイエプロジェクトで、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下、オーディオファイルとして公開されている。他の採用事例としては、学術分野では、オープンコースウェア、カーン・アカデミー、セーラー・アカデミー、 アナトモグラフィーがある。メディアコンテンツ分野では、シシミックスター、OPENPHOTO.net、フリッカー、フリースウンド、OPENGAMEART.org、e、ジャメンドがある。ソーシャルネットワーク分野では、ノール、シチズンジウム、遺伝子、サ、マッシュルームオブザーバー、アソシエーション4、プログレッシブコミュニケーションがある。 ありがとうございます。